田中工場明治36年3月25日は幕末期の薩摩藩士、黎明期の軍人、政治家。英典は、正四位、軍参等。最終階級は海軍少将、薩摩藩出身。維新五陸軍に出資し、1872年順、大尉、台湾出兵にて、三軍、谷田敵に随行。 1877年海軍に転じ、大移。海軍兵学校教務副総裁、海軍省調度局長、兵器製造所長、造兵省長、技術会議議員、石炭調査員、比叡、早くじら艦長、クレチンジフ兵部長を務め、1893年少将に、至る。比叡艦長時代、下詞の尾崎にて遭難した、オスマン帝国海軍軍艦。 エルトゥールル乗組員を母国まで送り届け、オスマン帝国皇帝アブデュルハミト2世より勲章を、歌手された。1894年日清戦争にて大本営夫。戦後、台湾総督府民政局事務官となり、1895年3月より、ホーコレ東京政長、長官、1895年5月13日、台北県知事を務める。 1896年9月11日、貴族院議員に直選され、死去するまで在任した。日露戦争勃発前の1903年3月25日、即居。去年62歳。墓所は、青山霊園一路14から10。正面に、右から、田中家の墓と書かれた、納骨堂の形をした墓で、大正11年に混流された。墓所はなく、 工場以外の被装者は不明である。法領、あずま宮殿、新臓台湾兵東県法領郷にある、東流宮には田中が祭人として祀られており、野木稀介、北川直行らとともに、現地住民の信仰の対象となっている。ベルベット石鹸上無取締役、内山小次郎妻馬。ありがとうございます。